全国で活躍する音楽大好きな子どもたち、音楽ヒーローヒロイン、人呼んでカナデンジャー。日本の音楽界の未来を担うカナデンジャーたちの極限の演奏に迫ります。そしてカナデンジャーを応援するのが俳優小宮理央くんと木原瑠衣くん。カナデンジャー、前回に続いてリオくん、ルイくんがヤマハ音楽教室でドラムに挑戦。いや先生、めちゃくちゃ気持ちいいですね。本当に集え音楽ヒーローヒロイン、カナデンジャー。皆さんこんにちは。音楽を愛する感性豊かな音楽家の子どもたちを発掘して応援、そして僕たちも音楽を全力で体感していく番組、それがカナデンジャー。さあさあさあ、今回は前回についてヤマハ音楽教室のジュニアスクールドラムコースで潜入企画ということで、子どもたちのみんなが上手すぎましたね。もうね、あの小学生ではないですよ。小学生じゃないですよ。偽ってます。偽ってますよ。偽ってます。あの感じはもう偽ってる。こうだってノリがすごかった。ノリがすごかったもんね。まあ僕たちもレッスンを受けてドラムを演奏してきたので、お楽しみにしててください、はい、そして僕たちの可愛い可愛い仲間を呼びましょう。いきますよ、せーの、ランラン。はーい、早速全国の音楽ヒーローヒロイン、カナデンジャーを紹介していくね。ヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが心に感じたことを曲にして自ら演奏するジュニアオリジナルコンサートに出演している感性豊かな音楽家が登場いたします。今回はどんなカナデンジャーが登場するんでしょうか。それではいきましょう。はい、せーの、変身、全国のカナデンジャー。リオさん、ルイさん、こんにちは。レギチカです。今回のカナデンジャーは中学1年生のヤギチカさん、人呼んでグルメなエレクトーンプレイヤー。チカさんの趣味を教えて。幼稚園の頃から編み物が大好きで、最近はこのようなマフラーを編みました。わー上手。ランランの服も編んでほしい。チカさんは麺類が大好きなんだよね。一番が決められないほど麺類は全てが大好きです。同じじゃないですか。うどんは喉越しがツルツルとしているところが大好きだし、そば、うん、は最近は10割そばを食べていて、そば湯がとても美味しいので、そばは麺からそば湯まで楽しめるので、大好きです。そんなちかさんが披露してくれる曲は、この曲を作ったきっかけは、外中の皆さんが笑顔で幸せな気持ちになれる曲があったらいいなと思ったことが、この曲を作ったきっかけでした。私はお花が大好きだし、魔法使いや妖精などのファンタジーの世界も好きなので、フラワーフェアリーズという題名にしました。フラワーフェアリーズ、皆様ぜひ楽しんでお聴きください。行きます。カナデンジャーに変身。ありがとうございました。ありがとうございます。いやフラワーフェアリーズ、めちゃくちゃ、そのやっぱりみんなどのね、あのカナデンジャーの皆さんもそうなんですけど、はい、今回のチカさんもすごい情景が浮かんできて心が穏やかになりましたね。あの編み物だったり麺類が好きだったりっていう、はいはい、好きなものをちょっとね似通ったところもあって、はいはい、ラーメンよく食べる。ラーメンすごく大好きなんで、麺類大好きなんで、はい、ただ10割そばはなんか大人だなと思いましたね。さあ今回はジュニアスクールドラムコースを体感してきました。はい、子供たちの迫力の演奏や、僕たちのスティックサバキね、スティックサバキ、はい、ぜひ見てほしいですね。快感
カナデンジャーへの道。ダメだってカナデンジャー。前回お邪魔した浜松市にあるヤマハ音楽教室浜松中央センター。今回2人が潜入するレッスンはジュニアスクールドラムコース。小学生の子供たちがドラム演奏の基礎を学んでいます。杉山先生よろしくお願いします。いやこの椅子に座っただけでねもうバンドの一人になったみたいな感じですごくワクワクしておりますけども、はい、まだ何をしていいか分かんないんですけども何からすればよろしいんでしょうか。まずじゃあスティックコントロールっていうことで、はい、うん、まずここのスネアっていうんですけどこれを叩いてみたいと思います。はい、はい、じゃあ青葉くんちょっと叩いてみていい左右交互、うん、いいよ。なるほど、うん、すごい響くということをじゃあ一緒にやってみていいですか。はい、真ん中狙って右から。じゃあみんなも一緒に行こうか。したいと思います、はい、タッタッタッタで左右交互で行くんですけどじゃあ真中ちゃんいい？という感じでじゃあ一緒にやってみましょう、はい、1,2,3 はい、はい、バッチリです。はい、で今度ここですね。これはハイハットシンバルって言うんですけどこれを右手でチッ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 と叩きながら右足一緒、右手右足一緒でチッ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 、はい、チッチッ、で足つけます。ここにドンドン、もう少し上級に。できたらでいいです。わかりました。これは切り難しい。やってみますか。やってみましょう。やってみましょう。わかんなくなってきた。悪戦苦闘するリオくん。すると、じゃあ小宮くんぜひ一人で、はい、どうぞ。やっちゃっていいですか。どうぞ。やったれやったれ。リオくん頑張って。そこから。ちっちゃい。真中ちゃんどうだった？いけてた、うん、よし。じゃあ木原くんお願いします。はい、頑張ってみます。僕じゃあもうすぐ行っちゃいます。いや、はい、もう最初お願いします。いいですよ。おお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 でこういうのができると勇気 100% っていう曲ができちゃうんですけど、はい、ご存知ですか？知ってます。それでは早速いってみましょう。あ、先生めちゃくちゃ気持ちいいですね。本当に良かったです。いいですよね。これだけです。
ドラマですなんか全てが全てもう今の詰まって気持ちが詰まってますね、はい、青くんどうだった。最高でしたね。おい最高最高出ました。みんな今日はどうもありがとう。未来のカナデンジャーはここから生まれる。いやドラムってやっぱり気持ちいいですよ。楽しかったね。めちゃくちゃ楽しかった。初めてにしては頑張った方だと思いますよ。いや頑張ったと思うよ。いやでもなんかやっぱ子供たちがいたことによってこうね、うん、自分たちも感化されて、うん、いやなんかあそこまでできたんじゃないかなと思いますけど。そうもっと練習してもっともっと技磨きたいなと、うん、それでは全国の音楽ヒーローヒロインカナデンジャーをもう一人紹介するね。変身全国のカナデンジャー。リオさん、ルイさん、ランランちゃん、こんにちは。伊藤真由です。2人目のカナデンジャーは小学5年生の伊藤真由さん。人呼んで自然を愛するピアニスト。自然を愛してます。ルイ君と一緒ですよ。自然大好き。真由さんの趣味を教えて。私の趣味はバードウォッチングです。バードウォッチングいいね。鳥が好きなのでよく休みの日に近くの公園や森に行ったりしています。まゆさんの特技は何かな。マット運動です。体操クラブに通っていて跳び箱やトランポリンで体を動かすことが大好きです。まゆさんはマット運動が得意なんだ。ランランにも教えて。マットやってみたい。そんなまゆさんが披露してくれる曲は、ね、アクロバットはアクロバット、ね、私の曲は組曲波の歌です。波の歌。以前海に行った時の綺麗な波の風景を思い出して作曲しました。カナデンジャーに変身。まゆさんありがとうございました。ありがとうございます。いや最初はねポップな曲調で、うん、もう楽しかったんだろうなっていうそのまゆさんの思い出が感じ取れたんですけど、ね、後半になるにつれてすごく静かな曲調になって、ね、10歳とか小学校5年生ぐらいってこういろんなものを吸収する年頃だと思うんですけど、うん、なんかそれが多分この曲のねさっきも言ってたけどこう途中からなんかまたゆっくりな曲調になってでも最初は割とポップな感じ、うん、なんかそれが多分こう今のねあのまゆちゃんのなんか感性がすごく研ぎ澄まされてるんじゃないかなと思います。そこが現れてますよね、うん、これからも音楽を愛するカナデンジャーを紹介していくね。今回はここまで。それでは次回もお楽しみに。音楽ヒーローヒロインカナデンジャー。またねまたねツンツクツンツンタ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 ンねえレイ君にもやってほしかったから ありがとうありがとう。またねはい OK です。お疲れ様です。お疲れ様でした。すごいありがとうございます。やっぱ自分だけねやっぱり笑っていただいてもあれだなと思って、うん、でもね全然笑ってなかったです対応しきれてなかったちょっとごめん対応しきれてなかったあれはねリオじゃないとできないわ。あ俺じゃないとできない、うん。いや俺なんか俺ちょっと一個ね、うん、やっぱドラムの今練習のっていうか演奏のね回だったけどなんか豆知識というかなんかそういうのじゃないんだけど、うん、ちょっとスネアの音がやっぱ違う人っていうドラマーの人ってやっぱすごい上手いっていう風に言われてる説があるらしくて、で僕は特になんかバンド系の音楽をよく聞くんだけど。でそれでさ
やっぱドラムが結構好きで音が、うんうん、でドラムの音をよく聞くんだけど、やっぱね僕の好きなねこれ ドラマーさんがねシェーンっていう、シェーン、もうすっごいかっこいいんですよ。あのちょっとね SNS とかで自分が叩いてるあの動画とか上げてるんで、ちょっとぜひ見ていただきたいんですけど、もう迫力もすごいし、うん、あの外国の方も、まああのビーズの、ビーズの大好きですもん ね、ドラムのサポートやってた、ええ、まあ、ちょっと最近ちょっと違う方になったんですけど、うん、またそれはその方でね、またちょっと違ういいね要素があるんですよ、チャドっていう、うん、あれはチャドかな、あのなドラムの人なんですけどね、もうぜひ皆さんあのドラムちょっとやってみていただきたいな、本当に楽しんで、でスネアってさ、うん、あのあれなの、スネ今スネ触ってるよね、うん、今スネすげえ触ってるけど今、うん、そういうこと知らない違う、スネ、そういうことね、スネ、スネ、スネ、あっ、はぁ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 、面白い、面白いね、勘弁してください、本当に、いや、面白いよ、ありがとう、うん、じゃあ次ね、次もね、すごい回になってる、次回はですね、はい、私と木原さんで、うん、あのヤマハ音楽教室の歴史を紐解く場所に潜入します、これもまた本当に貴重な経験させていただきましたよ、もうね、すごかった、あのもうね、あのいろんなものがあってさ、これがヤマハかって、そう始まりを見た感じがする、ね、そうだね、様々なものを感じてきましたんで、じゃあ次回も楽しみにしていただきたいなと思います、でーん。